って自粛できませんでしたけども、練習が再開しました。どうですか今の率直な気持ちというか。そうですね、やっぱりこの期間、Zoom なんかでトレーニングをしたりミーティングをしたりしてたんですけど、やっぱりこうやって学生たちがグラウンドに募って、また練習ができるということがね、やっぱりすごく嬉しかったです、うん。はい、なんか選手と、ちょっと簡単なミーティングをされたかもしれないんですけども、はい、どんな話をされたんですか。そうですね、今まで練習できてたことがやっぱ当たり前じゃないということが分かったと思うので、本当にこの練習できているということに感謝をして、しっかり頑張ろうという話をしました。で、先ほども、選手入ってきたときに、検温とかされてましたけども、やっぱコロナウイルスに対しての対策というか、はい、アメフトでも何かこう考えたりということはあるんですか。そうですね、検温とか、練習と練習の合間に消毒を徹底したりとか、もちろんミーティングは Zoom で引き続き行いますし、しっかりと対策をして、グループとグループの間には防具や、練習器具の消毒なんかも行ったり、アメフトでいうとヘルメットをかぶるんですけど、ヘルメットの、間にシートをくっつけたりとか、なるべく飛沫も飛ばないようにとか、いろいろ対策を行ってます。でも今日から、練習再開ということなんですけども、今後、これまでこういうことはなかったので、はい、今後どういうふうにこうチームを、秋のリーグ戦が、あるという過程だと思うんですけども、はい、どういうふうにこう今からこうチームを上げていくのか。そうですね、どのクラブの皆さんも、この期間なかなかみんな練習できるのつらかったと思うんですけれども、本当にまたカイザースで一丸となって、おのおののクラブの目標を達成できるように、頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。再開ということで、今日初練習だったと思うんですけども、どうですか、ラグビーができる喜び。いや暑いっすね、いろんな意味で
ラグビーできるのも暑いですし、外も暑いです。まあ、確かに春やっぱこうやって全体練習というのができなかったので、やっぱそういったところがありますかね。はい、でまあ、やっぱり一番こう良かったな、始まって良かったなと思ったところっていうのはどうですか。やっぱみんなのこう、ね、顔を見れて、こうまあ元気そうにしてるのも嬉しいですし、やっぱずっと家におったらね、こうなんか時間持て余すと言いますか、なんかもう僕とかラグビー新任大学来てるようなもんなんで、こうなんかもう何してるやろみたいなあって、こうみんなと一緒にラグビーできて、ね、まあ、あんまボールはされてないですけど、すごい幸せな時間ですね。で自粛中っていうのはやっぱなかなかこう練習できなかったと思うけども、なんか体作りとかこう自分で少しできるようなことでどういうことをやってました。そうですね、まあ、ちょっと昼間は暑いんであれだったんですけど、夜にこうランニング行って、で公園で、あの、まあ、人目につかないようにこう懸垂したりして、であとは先輩の家に行ってこうウェイトをさせてもらったりいろいろしてましたね。なるほど、なるほど。で実際こうやって今日ね、まあ、かなりこう きつい練習というかやってると思うんですけども、どうですかご自身の体調とか、体どんな感じですか。正直なところ思ってたよりきついですね。あ、やっぱりもう切り返ししてただけでも足取れそうです。まあでもやっぱり楽しい。楽しいです。あ、よかったです。楽しいです。でまあね、今からまあ練習始まって、それからまあ秋のリーグ戦というふうに向かっていくと思うんですけども、最後に、最後リーグ戦今後に向けて、意気込み等々お願いします。まあ、そうですね、実際まだリーグ戦もどうなるか分かってない状況なんですけども、まあもうあるない関わらず、まあ、今はもう自分も学生最後なので思いっきり出し切って、まあ、もし選手権リーグ戦があれば選手権それは出て、もうベスト8秩父宮ラグビー場に行けるよう日々努力を惜しまず、そしてまあないとしても後輩に残せるものは何かあると思うので、まあ、自分にできるもの、4回戦にできる全てを出し切って、でみんなで笑顔で終わりたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。